水瀬いのり、大西沙織、ピックアップガールズミニ。この番組は断末メモリアフレーズの提供でお送りします。さあ、念願の外よ。ちょっと気持ち悪いんですけど。どうされました？念願の外。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 アホだ。キモい。しかも今ヒートテック出ちゃった。極暖。やば、極暖。私も今日カイロ貼ってる。カイロ。カイロ貼んなかった？カイロ忘れた。バカ。上着も着ず外に出てきて、わんぱくすぎだから。晴れてよかったよ。見て、この人工的な橋。うわやめて、殺されない。何ここ、すごいでしょ。魚釣りたい。ここはね、湾です。湾ですか？湾の岩ですか？湾の岩です。私ここで魚釣って、アジとヒラメを動物にプレゼントしようかな。完全にドブ盛りじゃん。ダメだわ、ドブ盛り。いやー、魚はいないのかな。いや、いるんじゃない。こないだマグロ釣ったんだよ。ねえ、その現実じゃない話やめてくださる。現実だよ。現実じゃない。実際にあるもん、あの森は。うわー、もうだーだーいや、開放的ですわ。お散歩日和ですな。でもいつもで、ここの空間ね、うん、割と私たち来るよ。あ、このね、この区ね、この土地ね、この区好きなのよ。すごい。あれ、一番歩いたのってどこからどこまで歩いた時かな。散歩してた時、いや、すっごい歩いた。え、渋谷から、うん、皇居まで歩いてその後、新橋で汐留。そう、汐留、まあ、新橋と汐留はもう、うん、だいたい同じだけど、くらいまで歩いてで15、6キロ歩いた、ね、1日で、うん、2万6000歩とか言ってたよね。いやでもこんだけ天気良かったらみんなもお外で遊ぶよ ね。 そうね、なんかちょっと安心した。現代の子供たちがちゃんと外で遊んでて。確かに。やっぱほら、今何でもかんでもね、お家でできることが増えたからさ。昔は私だってさ、木に登ってザクロとか取ってたからね。私もツツジの花の蜜吸ったりとか。今だってなんか汚いからやめなさいみたいに言われちゃうんでしょ、うんうん、花はでもここら辺咲いてないね。確かに。ツツジとかはさすがに。誰に向かって手振ってんの？うん、モノレール。電車。モノレール好き。いいね。かわいいな、いいな。なんか、何もなくても楽しいんだよ。そうね、歩いてるだけで楽しいんだよ。幸せだね。超幸せだって。でも大人になったらこういうところに住んでみたい。一回だけ。いやもうそれはもう承知承知。承知の好きなんだけど。だって見てよあれ。家ですかあれは。それとも何ですか？あれは家じゃない？家だよね、絶対。じゃ待って、目視で。私ほらレーシックしてめっちゃ目良くなったから、目視で何階建てか数えるわ。 OK。 1,2,3,4,5,6,7,8、 もう分かんなくなった。西ろやと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 50以上あるじゃん。40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、50じゃない？ 50、ぴったし50。いや、50回なんか住んだらどうなるの？え、50回の2号室ってことは5002号室ってこと？502号室だったら5階だもんね。5002ってことだよ。いやでもわかんないよ、もうワンフロアもうその人の全部かもしれないじゃん。私絶対あそこにはお届け物に行きたくない。それは50回のお客様までお届けしなきゃいけないわけでしょ。確かに、いるかもしれない。森の方が。ヒラメ釣ってくださいね。カツオ釣ってくださいね。釣りやりたくない？釣りやりたい。いいな、釣り。私あんまやったことないな。私あります。話したっけ？これでも話したか。何回？2、3回やったことある。何が釣れたんですか？あ、だっけ、ニジマス。おーおー、美味しそうなもん釣れてんね、うん、美味しかった。いいな。でも私手づかみの方が好きなんだ。どういうこと？手づかみ？ニジマスのすくい取りみたいなのやったことない？土壌じゃなくて、つかみ取り、うん、軍手して。あ、軍手すんだ。するするする、ぬるぬるしちゃうから。なるほど、ね、岩場に追い込んでこう取るっていう。岩場に追い込ん
取れ。そう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 、取れた。そう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 、取れました。負けず負けず負けず。楽しい楽しい。もう一回じゃん。じゃあ、はい、できた。完結した。いいなお散歩は。いやいいね。みんなもいい休日を過ごしなされ。といえばポニーテール。あ、ね、すごくない？てか髪の毛、そうだよね、切ったもんね。いや伸びて、あ、一回切ったじゃん。でめっちゃ短くなって、そんで伸びて、また最近切って、切ったのにポニーテールできたんだよ、うん、すごく新鮮よ。あ、いいね、いつもより多く回っております。あー、よっちゃんバカ、バケツいる。うわー、やめてください大西ゲロルってまたなっちゃうから。やばい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 よ。あー、気持ち悪くなった。本当に逆回りしたら、どっち回ってた今。うーん、あ、そう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 、はい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 、はい、大丈夫？何本？3本重傷です。いや、ほんとさ、車もすぐ酔っちゃうのよ。そう、三半規管弱いよね。弱い。だからこのぐらいの今さ、坂だったら大丈夫なんだけど、うん、目黒とかさ、行くとさ、うん、すっごい、目黒坂多い。坂、あと乃木坂とか六本木の方とか、うん、すっごい坂だからさ、気持ち悪くなっちゃうのよ、あそこ登ると。あの傾斜見るだけでも、うん、あれなんだっけ、全力、全力坂、全力坂、 あ、全力坂、あ、全力坂やろうよ急に始まる全力坂登りたくなる坂である。あ、走りたくなるだっけ。かな、走りたくなる。よーい、ただ、今拍手で増やした。でも無駄に、めっちゃ無駄に息がハァのやつねみたいな、CM みたいな。いや、疲れる、疲れた、走り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 走った。何も言えてないじゃん。久しぶりにこんなに走った。ダンマチメモリアフレーゼ、お正月イベント開催中。ダンマチメモリアフレーゼ新章開放。もう一つの物語が今始まる。ダンメモで検索。ちょっといのりさん、今日さ、うん、何するか知ってる？ちょっとあれだね、思ったよりテキサス村長いた。村長だこれ。どうも村長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、待って、とんでもない兄貴がいた。ここのオサよ。オサオサ